われますと、壊れやすくなっておりますので、お気をつけください。指たびの特徴、2つ機能がございます。まず1つ目、歩きスマホを地図に感覚的にルートが分かるナビゲーション機能と、もう1つは相手と相談、続いては街歩きを実際にしていただけるようにと思います。実際に歩いてみましょう。よろしくお願いします。街歩きまでご覧いただきます。このように曲がり角の直線で南が振動で女性を引いて南がナビゲーションをしてくれます。振動の後に行きたい方向を伝えてくれます。振動して左側に行きたい方向がありますさあ、ゴールのスタジアムが見えてきました。歩きスマホをせずにちゃんと到着しましたね。さあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。実は我が家は発電量が消費電力を上回るゼロエネルギーハウスなんです。屋根だけでなくベランダや窓ガラス